どうも、青信です。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はエルネストの必殺技ランキングやっていきましょう。エルネストは8個の必殺技があります。使えるやつ、使えないやつありますね。それでは8位から1位まで発表します。いきましょう。それではエルネストの必殺技ランキング第8位。8位はクラウドダストですね。これは攻撃技じゃなくって回避力を上げる技なんですけども、実際に一度も使ったことはありません、上げなくても全然戦っていけるからね。続いては7位。7位はアークアタックですね。ブレイク技なんですけども、そんなにブレイク力はありませんし、全ヒットしても6万から7万ぐらいのダメージ、そんなにダメージはありませんし、さらに抜けるんですよね。全部当たればいいんだけども、最初の2発ぐらい蹴ってあとスカッてこう抜けていくので、ちょっと使いにくいかな。続いては6位。6位はサンダーウィップですね。全て当てると20万前後と結構ダメージ与えれるんですけども、発生までがちょっと長いっていうところですね。そして密着して当てないとダメージができれない。遠くから当てても半減するので10万ぐらいしかダメージ与えれないんですよね。これもそんなに使いませんね。次は5位。5位はスパイラルウィップですね。これも全部当てれば20万ダメージと結構いいんですけども、サンダーウィップと同じく発生までがちょっと時間がかかる。さらにこれ直線に当たるやつなので、動きが速いやつだと結構避けられちゃうんですよね。そして追加効果の引き寄せ、あんまり引き寄せませんね。それでは第4位です。第4位はサウザンドウィップですね。全て当てると20万ダメージと結構与えれますし、これブレイク技なんですよね。ブレイク力が結構あって、さらに出も早い。一つはこれにしておくといいかもしれません。では第3位です。第3位はソニックウィップですね。エルネストの技の中では一番ダメージを出すことができます。全て当てると4、50万と結構高いです。しかし出は早いんだけども、直線上なんですよね。動きが速いやつは抜けていってしまいますので、当てにくいっていうのがちょっと残念。続いては第2位。第2位はディメンジョンウィップですね。全部当てると15万ダメージと結構いいです。そして出が速くって敵のところで発生するので、ほぼほぼ外すことはありません。でも一番強い技よりもダメージが少ないので第2位っていうところですね。でもこれリンクコンボに設定してディメンジョンウィップを2つしてみてください。気持ちいいぐらい当たります。それではエルネストの必殺技第1位、ブロークンハートですね。ディメンジョンウィップも全然強いんですけども、こっちの方がダメージが高い。そしてディメンジョンウィップと同じく出も速くって敵のところで発生するので、ほぼほぼ当てれるっていうやつですね。弱点としては消費 MP が若干高いっていうところ。でも本当若干なので、そう気にすることはありません。これもディメンジョンと同じくリンクコンボに設定して2連発してください。めちゃくちゃ気持ちいいです。ということで今日はエルネストの必殺技ランキングでした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。